それいけ。アンパンマンリンゴ坊やとみんなの願いは2014年7月5日に公開された日本のアニメ映画。それいけ。アンパンマンシリーズ通算第26作。同時上映作品は、それいけ。アンパンマン楽しくて遊び、ママになったコキンちゃん。アンパンマンの原作者、柳瀬隆による最後の絵本、アンパンマンとリンゴ坊やが原作。テーマは、 冒険と故郷の再建。キャッチコピーは、みんなの、ふるさとは、僕が守るよ。東日本大震災からの、復興をテーマとして2012年に公開された、映画、第24作、それ池。アンパンマンよみがえれ、バナナ島、希望をテーマとして2013年に公開された、映画、第25作、それ池。アンパンマン飛ばせ、希望のハンカチに続く。 復興三部作のラストを飾るものとなる。今作から2021年に公開された最新作まで映画のタイトルにメインゲストキャラクターの名前が入るようになる。柳瀬の没後及び映画公開前にオンエアされた一部のメディアやワイドショーでは柳瀬は本作に関与しないまま亡くなったとされる報道がされたが監督の川越によれば 柳瀬の存命中にプロット及びシナリオは完成。柳瀬もチェック済みだったことから事実上の遺作はこちらになる。今作は女優の井上真央がリンゴ坊や役、お笑いコンビ、増田岡田の岡田圭右がマジョーラ役としてゲスト出演。井上は同年1月に NHK スペシャルで放送されたみんなの夢守るためから柳瀬隆 アンパンマン人生でナレーションを務めた縁があり、リンゴ坊やの前向きで愛らしいキャラクターのイメージと合致したことから抜擢されたという。公開初日の舞台挨拶は、前年まで出演していた柳瀬が、同年10月に多界したことに伴い、アンパンマン役の戸田恵子と、バイキンマン役の中尾隆星が、初めて出演した。敵キャラクターに強制変身されてしまう展開は、第23作。 救え、ここりんと奇跡の星以来3年ぶりである。全2作同様、歴代の劇場版の中では、興行収入が高く、初日2日間の講習は、東京テアトル配給による、第11作以降の当時の最高記録だった第24作、蘇れ、バナナ島と、 同程度の7,149万4,980円となり、2014年8月17日付で3億8,000万円を超えている。たくさんのリンゴが実る美しい島、アップルランド。そこには、格好良いヒーローに憧れるリンゴ坊やたちが暮らしていた。ある日、島中のリンゴが何者かによって、毒リンゴにされてしまう。大切な故郷を救うべく、アンパンマンと、 リンゴ坊やは世界一大きなリンゴを実らせるという魔法の種を探しに向かう。格好の良いものこそがヒーローだと考えていたリンゴ坊や。しかし道中であらゆる困難に遭遇しても決して諦めることなくみんなのために頑張り続けるアンパンマンの姿を見て真のヒーローとは何かを知ることとなる。故郷を守るためにアンパンマンとリンゴ坊や、そして バイキンマンたちも協力する。果たしてみんなの願いは届くのか詳細は、アンパンマンの登場人物一覧を参照。バイキンメカ、それいけ。アンパンマンリンゴ坊やとみんなの願いと同時上映の短編アニメ。前作、みんなで手遊びアンパンマンといたずらお化けに引き続き、一緒にダンスや手遊びが楽しめる作品。本作は、コキンちゃんをメインにストーリーが展開する。 一方で、ホラーマンは本作には登場していない。嘘なき名人のコキンちゃん。ある日、彼女が拾った卵から自分に、そっくりな芋虫、蝶々が生まれた。蝶々は、生まれて、初めて出会ったコキンちゃんを、ママだと勘違いしてしまう。歌が大好きな蝶々とコキンちゃん、そしてアンパンマンたちは、一緒にダンスを踊る。レギュラーキャラクター、ゲストキャラクター、その他の登場キャラクター。 それいけ、アンパンマン映画作品、ありがとうございます。